ソコンがですね、なんかエンコードショットパツッと問題が発生したため再起動しますつって再起動になってですね、次立ち上がると自動修復準備中ですって出てですね、で次に自動修復失敗しましたっていうのができませんでしたって出るんですよね。でブーと画面に行ってまたエスケープをしてそこから離れると、まあ、立ち上がったりするんですけど、またエンコードしよったらまた再起動になるもんですから、動画のエンコードができないんで動画上げられなくなっております。再セットアップしようと思うんですけど、ログインパスワードとか書いてある画面をちょっと紛失してしまってですね、ビビックに電話したら個人情報だから教えられませんって、個人情報って俺の個人情報だろうと思ったんですけど、なんか有料で再発行しますとか、宮殿は商売上ですね。からですね、ちょっと女性の方は視聴をご遠慮願うとありがたいんですけど、よろしくお願いします。では野郎ども行くぜ。ここは門川町の鳴子川にかかる鳴子橋なんですけど、ここはですねパンチラポイントなんですよね。そこに見えてるとこに降りて下から通らんなんてことはないですけど、あ、ちょうどお姉ちゃんがおりました。お姉ちゃんがおりました。キャーパンチラポイントだわ。なんか魚持ってますね。いただけたでしょうか。